バキラユリ。こんにちは、バキラユリです。バキラユリのユリチャンネル時短シリーズ第3弾いきます。皆さんの中でやっぱり人気がある焼きそば、チャーハン、エビチリ、麻婆豆腐、ホイコーロー、いろいろあります。その中で上海風焼きそば、もう一度時短で美味しくできるコツを今日はご紹介したいと思います。上海で上海焼きそば、そんなに具材はいっぱい入ってないんですよね。エビとか、魚介類少し入っていて、ちょっと太麺で焦がしたお醤油で出てくるスタイルが多いと思います。日本だと僕はよくやるのはオイスターソースだけでホーユーツォーメンで作るんですけど、ホーユーツォーメンってどういうのかというと、具材を何にも言われないでオイスターソースだけで作るっていうのもまた美味しいんですね。またお醤油もどちらかというと焦がしているお醤油、老醤油とかいろんな名前があるんですけど、真っ黒になるような、だけど味はしょっぱくないとか、いろんなのがあります。でも家庭の中でできる上海風焼きそばご紹介します。今日は材料はミックス野菜、普通の広がるメニューのおいしさ島だよ、この焼きそば、それになんと明治屋のコンビーフ、これだけです。切るものなし、袋を開けるだけ。それで最高のおいしい上海風焼きそばをご紹介しますね。それでは行きます。まずはここです。この焼きそば、これよく言う蒸し麺っていうんですね。この蒸し麺をこのように袋から開けます。ね、なかなかね、我々はこういうのあまり使わないですけどね。本来はですね、焼きそばって皆さんにお教えしますね。どういうふうに作るかっていうと、これは今日は別ですよ。我々プロが作るときは生の麺を沸騰、大きな釜の中に生の麺をほぐして、それでボイルするんです。でボイルしたものをふつっと沸いてきた約1分30秒、量にもよりますけど、それをザッと開けます。それでざる水洗いをし、そこに醤油ごま油をかけ、それでそのまま置いとくやり方が一つ。もう一つはボイルしてからやるやり方が今のやつ。もう一つは生の麺をせいろに一回蒸してしまう。蒸して、そうすると生の麺を蒸すと茶色っぽくなります。それをボイルして水洗いするやり方、2つあるんですね。もうどちらでもいいんですけどね。今日はこういう家庭だとこのようなボイル麺、これを使います。そこにいいですか、お醤油がシュワーッと小さじ1、ここでごま油がふわーっと大さじ1入ります。おいしいごま油、このおいしいごま油を入れて、お醤油を入れて、これでよく混ぜます。よく混ぜて混ぜて、こんな風にします。それでこれをラップをするんですね。ラップをして、これをですね、美味しくできるコツ
の1ステップ、醤油、ごま油入れました。これを電子レンジで、今日2玉なんで2分から3分、600ワットで電子レンジします。これが一つです。それともう一つは、今はこのようにミックス野菜ってほら便利ですよね。玉ねぎ、ネギ、人参、キャベツ、チンゲン菜、いろんなものが入ってますよ。こういう野菜をたっぷりとこんな風にして使います。それに今日は見てください、明治屋さんのコンビーフ、これを使います。このコンビーフがですね、一つの味の決め手になります。コンビーフはね、このまんま食べてももちろん美味しいですよね。でもね、これをこのようにほら詰まっていて、こんな風にほぐして、これがね、なんとも言えないね、奥行きを出してくれます。生の牛肉がなくても、豚肉がなくても、コンビニで焼きそばを買ってきて、ミックス野菜を買って、コンビーフで最高の美味しい焼きそばをご紹介します。見てください、この湯気がふわっと立っている、これが感じです。これこれこれ、これがいいわけですね。こういうふうにしたものを焼きます。オイルをふわっと垂らし、ここで入れます。今の電子レンジでごま油を入れて、このように少しだけオイルをまた垂らします。こういう感じです。これで温める、ゆっくり焼きます。両面焼きです。電子レンジで温めることによって芯まで麺にこう熱が入るんですね。その芯まで熱が入ることによって味が吸い込みやすくなります。だから家庭でやる場合はこの今の一手間をやると全然違ってきます。麺がもう香り豊かになって、調味料を加えた時に味はスッと外側に入ってもちもち感が出るんですね。それでこのように少しずつ焼いて焦げ目をつける、ちょっとだけ見ます。あ、いい感じかなっていう感じでね、餃子が少しすら焦げるようにね、焼くっていうのが一つのポイントになるんですね。両面焼くことによって両面ファンですね。それをねやるとね、香りが豊かになって、食べた時になんともう大丈夫。これを返しますよ。こういう風に焼けたら、ほら見てください、こんな感じですね。いい感じですね。今皆さんに香りが立て教えられないのはあれですけど、このほらこのチリチリっとちょっと焦げてる感じ、これがいいんですよね。これが両面焼くことで両面ファン。また今片面焼いてあんこを中に入れて煮込んでしまって、このままお皿に出てくると、開けるとあらあんかけが入ってるとかね、そういう焼きそばもあるんですよね。
今日はそれはやりません。次回その焼きそばやりますからね。その秘密もまた教えます。ほらこの音でね、もう焼けてます。ある程度このぐらい焼けたところで一度お皿にペーパータオルを敷いてこんな風にして置きます。ふっ、そこでここで混ぜるんです。こうやって、ほらもう見てください。ほら焦げてるとことふわっとしてるところ、これが美味しさの秘訣なわけですね。そこでこのようにほぐしている中でいきますよ皆さん。今度は先ほどのコンビーフです。コンビーフが入ります。油をいらないです。このコンビーフからですね、なんとも言えない塩分、また牛肉の旨味が出てくるんですよね。ほら火が、熱を加えることによってパラパラパラってなってきます。このようにある程度ほぐれてきたところを見計らって野菜が入ります。たっぷりの野菜です。焼きそば作り方あります。でもお母さんが忙しい、お父さんでもできる、キャンプでもできる、こんな風に野菜のミックス野菜買ってきてコンビーフを入れて できる上海風焼きそば、最高ですよ。これある程度コンビーフが野菜にまとわりついていきます。こんな感じです。今まだ調味料も何にも入れてないような状態です。今このように野菜にコンビーフがまとわりついていく。コンビーフは塩分があります。この塩分を野菜が吸うことによってちょっとしんなりしていく。ここです。ここで初めてサラダオイルをほんの少量、小さじ1、お醤油小さじ1。ふっ今のは何だと思いますか？キクラゲです。こんな風にして、そこでオイスターソース小さじ1入ります。そこでお水でもいいですし、スープ大さじ1入りました。そこに胡椒、白胡椒入ります。そうしましたら水分が出てきます。見てください、野菜がしんなりしてきたところで先ほどの焼けた焼きそばが入るわけです。そしたらあとは混ぜていく。混ぜる混ぜる、おお。いいね、いい感じですよ。こんな風にして混ぜて混ぜていきます。これ、ね、見てください、こん
んな風にしてね、うわっ、いい感じですよ。ここでちょっと僕は味をね見てみます。コンビーフの塩分はね、その皆さん違うんでね、ちょっとあります。うん、うん、美味しい。これは仕上げにもう一度スープをふわーっとかけて、そこにごま油です。美味しいごま油を大さじ1杯強かける。これで上海焼きそば完成です。見てください、これはほら、さささささ、何も切らずに麺を醤油とごま油をかけて混ぜ合わせ、ね、野菜はミックス野菜、それでよし、こんな感じで香り、ここにイカだ、エビだ、豚肉だ、牛肉だ入れたら当然もっと美味しくなります。ただコンビーフだけ、コンビーフとミックス野菜だけでできる本格的な上海焼きそば、酒、醤油、オイスターソース、スープ最初の一杯、後からもう一杯、それだけです。ただポイントは両面パンをし、野菜を炒め、しんなりしたところで最後に合わせる。だからこんなふわっとした焼きそばができるわけです。あなたもこの焼きそばをぜひ作ってみてください。上海風焼きそば完成です。